取り男女兼用である。最近では取り外しが可能なものや携帯型などありとあらゆる種類のおちんが流通してきているが、取り外し型のおちんを取り外したまま紛失するケースも少なくないため、しっかりとロックをかけておくことをお勧めする。なお、いわゆる性的な象徴としてのおちんとは全くの別物であるため注意が待ってます。